海の男になりきるぜ。氷川きよし25周年ツアーを前に劇的イメチェン。単発黒髪。歌手の氷川きよしが26日までに自身の SNS を更新。新たなヘアスタイルを公開した。写真、印象がらり。クールビューティーなメガネ姿。氷川は25日に福岡、博多座から。 氷川ワキヨシ25周年記念劇場コンサートツアー、絆をスタートさせた。ツアーを前に、セットリストも男歌に合わせはそうのために噛みせつった海の男になりきるぜ、と、結べるほど長くトーンが明るかった髪を短くカット。オールバックでキリッとしたポーズを取り、角刈りにすればよかったかなしょう、とコメントした。今回はツアービジュアルも和装で、たっぷり演歌と予告。 8月17日から行ったデビュー25周年ツアーとは異なる思考で、幅の広さを見せている。47歳、ひかわきよし三発イメチェン報告海の段へ、角刈りにすればよかったかなしょう。歌手のひかわきよし47が24日、自身のインスタグラムを更新し、噛みせつった、と報告した。 氷川ワキヨシ25周年記念劇場コンサートツアー、絆の福岡、博多座公演が、今日25日から27日まで開催。氷川は、劇場コンサートゲネプロが終了。セットリストも男歌に合わせはそうのために紙みつったとリオドリジシ黒髪の最新ショットを披露。海の男になりきるぜ。角刈りにすればよかったかなショーとも添えた。